おはようございます。ヤッホー、デスリーでございます。10時53分、8月の9日火曜日。もう8月の9日というのはですね、本当に記念すべき日でございまして、これカレンダーなんですけどね、8月の9日、実は僕の誕生日なんですよね。はい。誕生日にもかかわらずね、祝ってくれるのは LINE だったり、Twitter だったり、またはね、ハッピーバースデーとこのカレンダーアプリしかね、僕のこと祝ってくれないんですよ、本当に。悲しい人です。SNS で、誕生日を公開してるくせに、約1人ぐらいにしかですね、それの影響で誕生日祝ってもらってないというね、残酷な手つりなんですけども、ということでおかげさまでね、1年近くで447と、もうすぐ500に行きそうな勢いなんですけども、まあ最近は動画出したのに伸びてませんね。2021年の8月16日、本当はねこれが言いたかったんですよ。ということで2021年の8月16日、あと1週間で僕のチャンネルが 1周年になるというわけでございますよね。まあ自分の誕生日とチャンネルの誕生日が近いと、そういうことになります。なのですよ、最近出した動画見てみるとですね、8日前、これショートはね、前々から予約してたやつなんですけども、最近出したので言うと、2週間前、3週間前ってことで、全然出してないのか、こいつらららってなるんですけども、まあ8月に入ってね、もう全くじゃないですけど、全然動画を出してないと、まあそういうことなんですよね。なんでそんなことが起きたんだと思う、そういう話なんですけども、なんでしばらく動画出してないかって言ったら、実はですね、8月の1日のあと2日からですね、高熱が出まして、で8月の9日今日なんですけど、まあ大体5日ぐらいまでですね、まあ何もしてない状態だったんですね。そっからもうなんかしんどくて、編集もやる気も出なくて、だからといって学校の宿題をするわけでもなく、宿題をためながら生活していると、まあそういうわけなんですよね。ということで現在は8月の9日、あとですね20日ぐらいで夏休みが終わってしまいます。この間にですね、たくさん動画を撮って皆さんに動画を出したいところなんですけども、まあそんな出す余裕もなく、まあダラダラと過ごしているわけなんですよね。で8月13日までですね、某ウイルスのせいでですね、出かけられないので、まあ家で編集しろと、そういうことになるんですけども、まあそれもやる気が出るかどうかというと、あと3日ですよね。あと3日でやる気が出るかどうかって、そういう話なんですよね。ちなみに8月の16日チャンネル開設日から1周年にはですね、まあ面白い動画は1本だけご用意しているので、そちら見ていただけたらなと思っております。まあとあるコラボ動画になります。まあそんな話なんですけどもね、まあ、8月16日に神戸市地下鉄のうちを撮ったんででっかい動画を出すということで、まあもう分かってると思いますけど、昔ちょっと予告みたいな動画出したから、で8月13日からですね、まあだんだん動画出していこうかなと思っております。まあ最後にですね、僕がまあ誕生日なんで、それだけで、ね、皆さん祝っていただけたらと思います。誰にね、祝われるわけでもなくね、LINE とか Twitter の公式に祝われるだけね、あと Google アシスタントも Google アシスタントも祝ってくれましたね。それは嬉しいです。まあ悲しすぎということでね、では皆さん、ここまでご視聴ありがとうございました。ハッピーバースデーチュー。で、まあ、誕生日おめでとうございますと言ってくださってるんですけども、まあ誠にですね、最後にね、言うのを忘れたことがありまして、皆さん Twitter とかもね、フォローしていただけたら嬉しいんですけども、皆さん僕の YouTube でですね、ちょっと気になったことありませんということなんですけども、例えば動画を見ていただこうと思います。これ動画でですね、ちょっとね、古い動画を見ていこうと思います。例えばこちらの動画138回再生されてるんですけど、途中からだったわ。これね、設定からですね、画質見ていただければわかるんですけども、720が最高となっておりまして、 1280×720、HD 画質と呼ばれるものが今最高なんですよね。まあそうなんですけども、実はですね、僕のチャンネルですね、ちゃんと見ていただくとですね、最近ちょっと新たな変化があったんですよね。例えばこちらなんか見ていただきましょう。これが京急の動画なんですけども、設定から、画質といくとですね、ちゃんとここにね、赤い1080、60fps、HD 画質がちゃんと出てるんですよね。HD がフル HD なんですけども、これが HD 画質ね。で、これがフル HD 画質なんですけど、今までは HD 画質だったんですね。で、今回というか最近の動画から、続々と 1080p、60fps の、フル HD 動画が出てるんですね。少しは画質が良くなったなーって、手帳の動画ちょっと良くなったなーと思っていただければ幸いなんですけど、まあ、そんなことを皆さん気づかずにですね、ファンです。本気出してるとか、ね、心はあると思うんですけども、なんか変なね、コメントね、ファンですしかね、来ないね、コメントだったり、ね、来るわけなんですよ。これなんか見ていただければわかるですよ。デツフリファンとかいうね、名前の人が、ね、いるわけですよ。しかも登録者一人って誰が登録してるんだよね。僕は知ってません。
まあ、動画もね概要もないんですけども、概要を見るとですね、僕より子さんですね、2018年の2月24日からですね、この鉄売りファンさんはいるそうなんですけども、まあ、そういうお話です。まあ、最近の画質が少しだけ良くなったというお話でした。 HD 画質からフル HD 画質になりました。 4K は今のところ考えておりません。近頃のね、あのすごいね YouTuber の方はね、皆さん 4K としか言わないんですけどもね、まあ YouTube なんて所詮携帯で見るものですから、パソコンで見たらねちょっと違うと思うんですけども、多分ね 1080p ぐらいでいいと思いますよ。はい、そういうことです。最後のお知らせでした。画質が良くなりました。